ジャズ記者バレリーナのおーちゃんです。こんにちは。今日はですね、ウエストコーストジャズをお届けします。今日はですね、ウエストコーストの立役者、中心人物ですね、こちらになります。と言ってもですね、まあ馴染みがない人もいるかもしれませんけども、とにかくハード・ラムゼーという人です。ハード・ラムゼー、ベーシストです。この人です。ハード・ラムゼーズ・ライトハウス・オールスターズ、ボリューム6。ボリューム6ということは、この前にもあるし、この後にもあるんですけど、とにかく、1940年代からですね、スター・ケントンとか、そういった人たちとですね、ウエストコーストを作ってるんですね。エルモサビーチ、そこで、いろいろセッションもやって、それでだんだん、もういろんな、アーティストを輩出して、なんて言いますか、学校みたいな感じですね。このハード・ラムゼー・ライトハウス・オールスターズというのは、もうバド・シャンクいる、コンテ・カントリー、ボブ・クーパー、それから、スタン・リービーとかですね、クロード・ウィリアムソンとか、スチュー・ウィリアムソンとか、もうフランク・ロソリーノとかですね、もう全部言っちゃいましたけども、それだけでもないんですね。それだけ、もう立役者なんですね。それで、ですね、今日はですね、この中から、If I Should Lose You、 つい先日ソウルステーションハンク・モブレー楽譜 If I Should Lose You をおかけしました。ウエストコーストの人たちがこの曲をですね、結構演奏します。それでコンテ・カンドリーのトランペットで今日はお聞きください。ミュートで始まって次にオープンに吹くんですね。もう2分46秒、短いんですけど、非常にこの曲のですね、いいところをですね、表してます。はい、ではぜひいいでしょう。はい、ジャズバイオー。